さん平和ですね日本は今のところは平和ですねいや平和だから動画撮れますしねこれ YouTube もねあの YouTube の Google のサーバーに爆弾落とされたらあれですねまあでも google は そのサーバーのあれを多分全世界にいろいろ散りばめてるはずなんですよね。うん。いや、でもなんかすごいですね。こ,こういう状況でもネットがさあって、なんだろう。なんだ、そのウクライナの大統領もね、多分 Facebook でこう自撮りして、俺ここにいるぜみたいなね。まあ情報戦ですよね。本当に。だから情報は、 人を救うし人を滅ぼすっていうかね例えば今そのロシアがもう核撃つ準備をしていてもう撃つ秒,秒前っていう情報が敵陣うん、ね、ウクライナの方に入りましたでそれ世界にそれが知れ渡りましたアメリカでも知りましたもうもうもう撃つよっていう核を撃つよっていう情報がもしもうなった場合 まあその情報をもとに多分あれでしょうね。なんかまたすげえことになると思いますし。まあプーチンがどんな情報を流すかによって動くしね。結局その、どんな情報を、本当情報戦っていうのもありますよね。敵陣が弱ってんのか、いや強いのかみたいなね。敵陣はどんな武器を持ってんのか持ってないのかみたいな。やっぱね、情報ってやっぱすごいですね。 今、まあの、戦争でも情報戦やってて、うん。でもね、僕ね、一個ね、久保さん、ニュース見てね、ちょっとね、一つ思ったことがあって、そのロシア兵ですよね。ロシア兵のその若い人が、なんかお母さんに送ったメールかな。で、その何も知らされてないと。とりあえず行けって言われたら、行ったら、めちゃめちゃなんか、あのバッシングされて、非難されて。 なんかわけわけかんないけど、とりあえずなんかやんないといけないみたいな、もう帰りたいみたいな,なんかメールを送ったらしいんですけど、それがなんかニュースに流れてたんですけど、いや、まあ、ぶっちゃけ言うと、ロシアの,その兵隊の人も、多分一番ね、僕ね、あのしんどいのがロシアの兵隊の人だと思いますけどね。うーん、まあ、もちろんね、もう、そのロシアの兵隊にミサイルでね、 撃たれて死んだ子供たちもいるんですけども、うん、でもそれをね、やりたくてやってんのかって、じゃあ彼ら、兵隊さんたちは、軍人たちは、やりたくてやってんのかっていうと、多分、そうではないと僕は思いたいし、そうじゃないと思うんですよね。ただ、上からの命令だっていうね。多分、それだけだと思うんですよ。だって、上からの命令がなかったら、そもそも、う、撃ってないわけじゃないですか。うん。 何の情報を流すかって結構あれですね。うん僕はそのロシア軍の兵隊さんがね、きついと思いますね。だってもうあれじゃないですか、上から言われる、もうサ,だからなんかサンドイッチなんですよ。まあ、会社で言うならば、ね、従業員からもアあダあだこコだ言われるし、上からもアあダあだこコだ言われるし、サンドイッチですよね。要はロシアの兵隊さんっていうのは、上からは、ね、圧力かかってこう行けって言われるし、 で、世界からはね、お前らは悪人だと。まあ、一生言われるでしょうね。ロシアの兵隊っていうだけで、なんだ。お前らは人殺しだと。戦略者だと。多分、ずっと言われるでしょうね。まあ、もはやもう、ロシアの兵隊以外も、ロシア人もそういう目で見られちゃうでしょうね。これはね、悲惨ですよね。マジで。多分ね、まあ僕はその、うん。ロシアの、 その何もわかんないのにね、上からの命令で行くしか行,行かざるを得ないっていう、もうこの、なんだろうな、いたたまれない感じっていうのは分かりますね。僕はまあ会社、まあ僕は戦争ではなかったですけど、会社でやっぱサンドイッチだったんで、このサンドイッチね、マジきついですよ。上と下から来るのは <laughs>。行き場がないので、行き場がないですよ、本当に。うん。 行き場がないってきついですね行ってらっしゃい